ね、匂いがマジで分からなくて、俺は匂い感じてみて、どう？エコスプレーやるよ。え、やんなくていいって、やんなくていい、やんなくて、やんなくていいって。怪獣チャンネルのママです。すみれです。ふうがです。怪獣家全員コロナに感染いたしました。この動画が公開されるのは夏休み明けですが、現在は夏休み中となっております。なのでコロナに感染しましたが、自宅療養をしておりました。事の発端はライガが一番最初に熱が出ました。マシロが翌々日ぐらいの朝熱が出ました。その日の夜、マシロが39度40度熱出て、次の日ね、もう病院行こうってことになりまして、その日の朝ね、もうフーガも39度ぐらい出ちゃったから、もう38度4、辛いね。フーガ大丈夫？あんた39度、やばい。みんなこれはコロナじゃないか。病院行こう。ちょっと電話するね。じゃあみんな辛い。スミレは大丈夫なの？体。もうフーガも移った。マシロとフーガと発熱外来かかったらコロナ陽性でした。コロナに感染したらこのね、紙を渡されて、外出するしないは個人の判断になるそうなんですが、必要最低限以外の買い物はせずに自宅療養してました。はい、今回ね、ママがコロナに感染してしまい、計画がわからなくなってしまったので、何だったら匂いがするのか、味がするのかを検証していきたいと思います。いろいろ買ってきました。本当にママね、匂いがマジで分からなくて、まあパパもそうなんですけど、全く味が分かんなくて困ってます。いろんなものを用意しましたよ。はい、こんな感じで飲み物類がちょっと多いんですけど、こういうね、わさびとか味がするのか、あとね、そう、匂い系でファブリーズとか、あと香水とかもね、持ってきました。過去の動画でやったうんこスプレー。じゃあね、どれからやっていく？じゃあまずこれやっとく。色が違っていいですね。この時点で匂いわかる？この時点でわかる？わかるよ。じゃあママ一回匂い嗅いでみます。マジで匂いがしない。本当ね、無臭なの。じゃあ飲んでいい？飲んでいいって、あなたたちがあの実験するんじゃないんですけど。じゃあ一回ママまず飲んでみるね。これね、ユーガもいただきます。うん、味しますね。味しますね。あのね、シュワシュワだけでね、全く味わかんないんだよね。ただ炭酸水。そう、ただの炭酸水。じゃあこれ飲んでみていいかな。いいよ、私。うん、一緒。一緒、マジで一緒。じゃあレモン。じゃあいい、どうぞ飲んでね。俺が。でもコーラにレモンは合うからね、うん、一緒。じゃあレモン汁だけは。レモン汁だけいってみる。次、じゃあ次レモン汁いってみよう。レモン特有のここがキュッてなる感じが、じゃあ分かる。レモン飲んでみ。レモン飲むとさ、ここがさ、ジュワーってくんの。その感覚しかない。だから、あ、レモンだなって分かる。何やってんの？エゴスで食べてもらうの。どうぞ。なんか食べる？どうぞ。スミレが用意してくれました。わさびをいってみたいと思います。じゃあせーので食べよう。うん、せーの。これは、うん、鼻にくるー。うん、わさびって感じ。はい、うんうんうん、うん、そうなってるやつ。ママの大好きなコーヒーね。これさ、唯一の楽しみのさ、コーヒーなのにさ、味しなくて、もう本当にママね、あのショック。味がしない生活って本当につまんない人生だなと思った。
と寄せるよ。こんな変な話腐ってるかどうかもわからない。僕はちくわです。はい、じゃあそんなこんな言ってる間に、はい、コーヒー出来上がりました。いただきます。苦くないじゃん。苦くない？なんだよこれはマジ味わかんない。でもコーヒー飲みたくない。歯磨きしてください。あなたもね。口臭くなるのも嫌だ。わかったよ。次アイスいってみよう。いただきます。うん、冷たい。アルコール。ママの大好きなチョコのお菓子、これね。もう楽しみがないんだよね、本当に味しないから。おいしいわ。ただのサクサクな感じなんだけど。Shigekix、これね、食べてみよう。梅ドライとレモン。一緒にじゃあ、Shigekix レモン食べてみよう。せーの。シュワーって何だけなの。シュワーってここがさ、シュワーってなるだけ、なるだけ、なるだけ。キノコのこのこ元気のこ。次、赤い方。ぽくいぽくいぽくい。トノこれ梅ね、梅。せーの、こっちはまあ全然平気。ママ匂い系に行きたいと思います。一気に匂い。じゃあまずこっちから行こうよ。あ、そっち。匂いする？匂いする？本当に？するよ。本当に？全然匂いしないんだけど。香水行ってみよう。香水。あ、なんかわかるかも。あのね、ここら辺で匂いする。何です匂いが思い出した感じ。ずーっとという感じでした。まだありますよ。エンドスプレー、これやばくない？あのシュってやんないでね。あのママは匂い全然わかんないけど、周りの人に迷惑かかるから。じゃあ開けますよ。はい。え、怖いんだけど。前の動画思い出すよね。くそくそくそ。匂い変わんねみたいな。どう？こうすれば匂いがわかる。刺さるってことでしょ？じゃあ冬が行ってみよう。シュッてしそうで怖い。こっちに聞こえる。こっちに聞こえる。聞こえる？さっきから。ちょっとシュッてしなくても匂うってことだよね。はい。ということで、最後ママがね、嗅覚がわからないママでも、このうんこスプレーは匂いするのかどうか、検証してきます。もっと近く。ここにやってみる。ということでした。なのでママの鼻は、やっぱりイカれてるよ。じゃあ、そらくんも匂い嗅いでみたい？じゃあ、そらくんもうちょっとこっち。しない？ソラ君まで匂いしない？え？じゃあスメルもう一回匂い嗅いでみて。え、メリーだって匂いが薄まってるかもしれないじゃん、もしかしたら。やっぱりこれが普通なんだよ。これ匂いする？あ、これ匂いする？じゃあリルちゃんも匂い嗅いでみたいということで、はい。いいよね。シュッてしてみてください。やだ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 。はい、ということで
ママの嗅覚はうんこスプレーでさえもあんまり匂いがしなかったという結果になりました。また来週うんこスプレーやるよ。え、やんなくていいって、やんなくていい、やんなくていいって。あ、リアちゃんがやばいやばいやばい、くっそ。